日本人で正野が、まあ、嫉妬するほど来たなと思うのは、はい、多分俺の中では宮市亮。ああ、はいはいはい違うんだ。浅野が嫉妬するほど足の速かった選手トップ3 正直でもあんまいないですよ。だよね、いないでしょ僕が正直あこの人負けるかもって思った人が正直1人なんですよ。え、もう3人って言ってるけどもう1人しかいないのね。もうそれでもいいよ、用意ドンで走ったらあんま負けないと思うんでだって肌から見てて尋常じゃないもんマジで速さが。いやいや全然です、僕でも試合中では僕自分では遅いと思ってるんで、マックススピードが出せてない僕のその用意ドンの走り、試合中のバーンだと試合中のその疲れてたりとか乳酸が立ってる状況とかが多すぎてマックスのスピードを出せてる感覚がない、その時のマックスではあるんですけど。今までその数値でマックス出たのっていくつぐらいなの？試合中だったら多分34とかなんですけど、まあ多分マックスでも35キロぐらいしか、多分でも35キロはなかなか出ないですね僕でも。そんな浅野が嫉妬するっていうの、はい、負けたの実際に。その負けたとは思ってないですけどえ、でも多分もうみんなあこの人だろうなっていう予想はあると思いますよ。日本人っす。あ、日本人ね、うん、はいはい、日本人で正野が、まあ、嫉妬するほど来たなと思うのは、はい、多分俺の中では宮市亮。ああ、はいはいはい違うんだとりあえず言っちゃっていいですか？いいよいいよ。永井健介さんですね。ああ、あの人は速いのとその速いスピードをずっと保ってってるじゃないですか。何本走ってもマックスに近いスピードで走れてる感じがするんですよ。ってことは疲れてない状況で走ったらもっと速いんで、試合中であのスピードってことは速いって思いました僕。旗から見て、それとも一緒に対峙したことあるのか？旗から見てでも速いなって思いましたね。宮市さんとかはあんまり多分その J リーグでプレーしてないから見てないっていうのもあるかもわかんないです。見てくれぜひ亮のプレーは。なんか LINE ニュースかなんかに載ってて、宮市亮が復帰した練習で36キロが出た、まあ、監督がそれでうちらの武器がまた一つ増えたみたいなコメントを書いてあって、36って出るんだと思って。なかなか出ないっすよ。早いっすね。早い。それ聞いたら宮市さんベスト2決まりましたよ。ベスト2宮市ね。でもあの外国人合わせたら、外国人の速さってわかんないんですけど、抜けなかったことあるの？いや、あり、ある。外国人場合だと、もうスピードとかじゃなくて、並ばれて体当てられると、スピード出ない、それ以上。腕筋ね、腕でガシッてやったらね、わかるわ。だから、もう用意ドンができないというか、自分の間合いで走れないんで、速いとか強いだけじゃなくても、やっぱり両方ちゃんと持ってないと勝てないっていうのと、あと、自分が前出ても最後の最後で触られることがやっぱ海外来てからはすごい多いんで、僕はもう日本出てから味わった感覚なんですけど、一歩二歩前出ただけじゃ勝ちじゃないんで、日本だともう前出ちゃったら諦めちゃう選手が多いというか、頭振りながら走ってる選手とかが多くてどんどん差ついちゃうんですけど、外国人はシュート僕打つまでついてきて最後触るとか、抜ける直前の自分が触ろうとしてるボールを外に出してくるとか、うぜえなってめちゃくちゃドイツではそれに困ってたんで、速えなっていうよりは感覚がちょっと違いますね。3人はそうだな、長いだけっていうのも面白いね。確かにそう。いや、もっといると思います全然、うん、ただあんまり僕が見てきてないだけかもわかんないです。いやいや、面白かった面白かった、ありがとうございます。いや、こちらこそです